はい、こんにちは。リライズニュースの荒牧明です。本日のリライズショートストーリーは、カウンセリング営業塾代表の諸岡あずささんにお越しいただきました。じゃあ、あずささん、簡単に自己紹介お願いします。はい、カウンセリング営業塾の諸岡あずさと申します。今、1歳と4歳の、子供を子育てしながら、会社本位の営業活動ではなくて、お客様のための営業がしたいなという思いで、昨年開業してカウンセリング営業塾を始めました。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。いいですね。やっぱお客様目線の営業、私もずっと営業やってたんで分かります、それ。はい。じゃあ、今の、まずはちょっと大きな話から進めたいと思うんですけど、今、あずささんの中に将来のなんか夢、ビジョンがあれば聞かせてください。はい。お客様のための営業をしたいっていうこと で、お客様のための営業っていうのが、つまり、まあ、お客様に買ってよかったなとか、私のためにいいものを選んでくれてありがとうとか、そういう喜ばれる営業をしたいなっていうことで始めたんですけれども、今、カウンセリング営業塾では、テレアポですとか、営業代行の業務を受注したりとか、営業講座なんかを行っています。で、現時点では、テレアポと営業代行が、まあ、主な仕事になってます。で、ただ、まあ、将来的な夢、理想としては、まあ、私自身が納得して、本当にお客様に自信を持ってお勧めしたい商品、商材だけを取り扱って、売りたいなと思っています。で、まずお客様の状況とか課題で、需要なんかをしっかりお聞きして、カウンセリングして、で、その結果、そのお客様にあまりメリットがないだろうと判断したものはもう売らなくていいと思っています。で、買わなくていいですっても言ってしまうこともあります。でただそのお客様にメリットがある、このお客様これを使ったらきっともっといい業績が上がるとか、こんないうふうに幸せになれるとか、そういうメリットがあるだろうと判断した思った商材であれば、もうご提案して、丁寧にご提案して使ってもらって喜んでもらいたい、でそういう営業をしたいと思っています。なるほど。はい、はい、いいですね。常にお客様目線の、ね、そういう会社でありたいというような気持ちが感じました。そうですね。その結構今までアパレルの販売職とか、大手の化粧品会社の電話営業なんかをやってきたんですけども、どうしてもその会社の中での営業ってなると、じゃあ、青いワンピースの在庫が今ありません。だから、うん、黒を売ってくださいとか、で、あと美容液が3種類あるのに、うん、まあ、今キャンペーンだから ABC のうち C だけ売ってくださいとか、うん、そういうしがらみへの葛藤の気持ちがすごく強くって、本当はこのお客様には A がいいんじゃないかとか、 B の方が絶対に喜んでいただけるだろうけど C を進めなきゃいけない葛藤みたいなのがすごくあったので、うん、まあだからこそ、そのお客様にメリットがある、自信を持って売りたい商品を探してきて売りたいなっていう思いがありました。なるほど。はい。ありがとうございます。メリットがあって、さらに、ね、売りたい。自分自身が本当に売りたいと思って、お客様が喜んでもらえる商品だけがあるお店。なんかすごいですね。なんか嬉しいです。そんなお店。そうですね。まあ、理想とか夢っていうところだとそういう感じなんですけど、あと、まあ、他にちょっと他の面から話をすると、営業電話って言ったら、大体皆さん、まあ、迷惑とか、まあ、ちょっとうざい、かけてこないでほしい、もうガチャッと切っちゃうとか、そういうイメージが強いと思うんですけど、でもそう思われるかどうかっていうのは、もう本当にこちらのかけ方次第だし、接客次第だと思うんですよね。で、お客様とお話ししたいから、その全力で感じよく対面以上に気を使ってお電話をおかけします。
で、お客様の需要のヒントが欲しいから、たくさん質問して、カウンセリングして、お客様のことをまず知る。で、そしてそのお客様に合った商品、問題を解決できる商品を提案したい。で、そういう営業を苦手としている人とか、まあ、押し売りしかしたことがないっていう営業マンには、そういう営業を教えていきたいなっていう思いもあって、で、そうすることで、その世の中に、営業電話は迷惑、うざいっていうイメージも減るでしょうし、お客様満足につながるような、こう、お客様を幸せにする営業が増えていったらいいなっていうのを、まあ、一つ夢としてありまなるほど。いいですね。お客さんを幸せにする営業っていいですね。はい。理あ、あ想。りがとうございます。すごいなんか素敵な夢だなって思うんですけど、なんか具体的にその将来的にそういう自分のね、メリットのある商品だけを扱ってお客様にしっかり喜んでもらえる、そんな、まあ、もちろんそういう商品と、まあ、実際今いろいろそう教えられてるってことなんで、その幸せに、お客さんが幸せになれる営業かな。そういう人たちがまあ出てくるようになる中で、今計画されてることとか、まあ、目標とかはありますか？まずその目標計画に関しては、まずは近所にカウンセリング営業塾の諸岡を知ってくれる、覚えてくれるお店や会社さんを、まず100件作りたいっていう目標があって、で、今営業だけではなくて、いろんな活動を通して、現在こう、多くのお店さんに顔を出すようにしてます。今その1歳の子がいるんですけども、で、保育園とかには預けていなくて、毎日一緒にいるので、ま、今その何かこう商材があった時に抱っこ紐して営業に出かけるっていう日々なんですけど、で、その子が、幼稚園に入る2年後までにはこの仕事を軌道に乗せたり、2年後までにはその100軒のお店さんや会社さんの困っていることとか、課題なんかを聞けるぐらいの関係性を作っておきたいなっていうのは思ってなるほど、しっかり数字と、そのね、何年後っていうのも具体的に考えられて、はい、ですね。あ、その、今、そのお客様をね、本当に幸せにできる、で、本当にお客さんのメリットだけを考えられる、そんな営業っていうのを、具現化、この具現化するために今の計画があると思うんですけど、じゃあ、毎日、大切にされている、まあ、行動指針、日々大切にされているものがあったら教えてください。そうですね。活動指針というところでは、もう先ほどからお伝えしている、もうお客様に喜ばれる営業っていうところなんですけども、そのためにも、まずはそのいろんな商品の知識をつけて、いろんな商品を売れるっていう経験を作りたいなっていうのがあって、なので現時点ではその多様な業務委託、まあ、テレアポから営業委託まで受けて、そのいろんな商品を売る経験をする時期だとは思ってます。で、ただそのもちろん喜ばれる営業っていうことで、こだわりつつはこだわりたいので、商品は選んでます。またその同時にそのいろんなこう活動をしてるっていうのが、大野城市で創業したい女性のコミュニティ、プレエという団体の立ち上げから参加しまして、で、副代表を今させていただいてます。あと、魔法のシール福岡支部という、これはボランティア活動なんですけども、それもしてまして、魔法のシールっていうのは公共の、まあ、電車とかお店なんかで、すごい、大泣きしている、ギャン泣きしている赤ちゃんと、まあ、主に困っている親御さんたちに、を見かけたときに、こう、どうぞと渡す、シールなんですけども、で、そのシールの数だけ、子育てに優しい社会、未来へっていう取り組み、そういうことで、集まった支援金をもとに、オリジナルシールを作って、こう全国に無料配布するっていう、そういう活動なんですけども、まあ、両方ともその、自分がやりたいと思ってやっている活動ではあるんですけど、まあ、こういう活動を通して、
その地域にいろんなお店に会社さんに顔を出して人脈を広げたり、まず覚えてもらえたらなっていう意味で行動しているっていう部分はあります。なるほど。そうですね、いろいろ多岐にわたって活動されて、ね、活躍されてるなって感じたんですけども、今まさにですね、今ご自身でそういうカウンセリング営業塾とかを立ち上げられたり、そういう、女性活躍の応援されるコミュニティになるんですかね、そうですね。に入られたりとか、いろいろありますけど、なんかそれの大きなきっかけってありますか？そこまでこう動こうと思われた。そうですね。そのきっかけっていうのが、そもそも、2年前には、開業しようっていうことなんて全然何も考えていなくて。で、2年前、当時上の子が2歳の時に、上の子が幼稚園に入ったらパートか正社員とか、なんか再就職しようかなって、こう、緩く考えてまして、で、大野城市の再就職チャレンジ講座で、秘書検定2級の勉強をしてたんですよね。で、そこで、市役所に行った時に、たまたま女性のための企業支援セミナー、プチ企業実現セミナーっていうのを、ポスターを見かけて、で、それがもう、すごく気になってしまって で、秘書検定の試験の1週間前だったし、勉強しなきゃいけないからいけないよねって諦めてたんですけど、もう本当に気になって気になって、もう、結局行かなきゃこれは後悔するなっていう思いで、主人に子供を預けて行こうっていうことで申し込みしました。で、そこで学んでみて、で、起業について学んでみたときに、すごく刺激的だし、興味深くて、楽しかったんですよね。で、その3、さらに半年後、セミナーの半年後に、そのセミナー参加者の交流会っていうのがあって、で、私はそのセミナーから交流会の半年間って、何にも起業に関することとか動けてなくて、2人目の妊娠中でつわりでほとんど寝てた。だけっていう感じだったんですけど、そういう妊娠関係なくても多分起業にの一歩は踏み出せてなかったと思うんですが、その何もしてない状況、自分が起業について何も半年間動けてない状況でそこに行くっていうのはすごい恥ずかしいことかなって思って行きづらかったんですよね。で、ただもう恥をかいても、この人何もしてないのに何しに来たのかなって思われても、まあいい、それでもいいから、皆さんに刺激もらいたい、頑張ってる人の話聞きたいなって思って、本当に勇気を出していきました。で、その結果、その交流会のメンバーで、その創業したい女性のコミュニティクレイを、団体を作ろうっていう話になって、で、そこのメンバーはみんな異業種なんですけど、それぞれそのフリーランスとか事務所を開業してたりとか、今後何かしたいとか、そういう頑張ってる方、ばっかりで、やっぱりすごく刺激を受けることができたし、私も何かやりたいなっていう気持ちがすごい強くなりました。で、そのクレーで昨年は今度プチ起業セミナーを主催側をしたんですけど、で、その時そのチラシを貼ってもらうセミナーのチラシを貼ってもらうために、飛び込みでいろんなお店に伺ううちに、あ、私営業好きだったな、飛び込み営業もやってみたいと思ってたなっていうふうに思い出したりとか、化粧品会社で、その売上1位にこだわって、で、MVP を取ってすごい嬉しかった気持ちとかを思い出して、で、私もやっぱり人に営業を教える営業講座だったりとか、他の営業の仕事もまたやってみたいなっていう思いが出てきたので、それで開業に至ったという感なるほど、ありがとうございます。なんかすごいこういろんな人の出会いだったりとか、そういう情報と出会って、改めてもう一度原点回帰されて、さらにね、バージョンアップして今出てこられたんだろうなっていうのを感じたんですよね。なんかすごい素敵だなと思います。で、中でもですね、すごくやっぱりこの刺激、ものすごくこう刺激を求められてるなっていう、今日そういう発言が何回かあったんですけど、やっぱ
そのお客様目線とか、やっぱ誰かのためになりたいっていうその、うん、その思いがね、すごく強く感じるんですけど、なんか、うん、でもやっぱ人によってそういうなんか情報、まあ、もちろん、じゃ企業の勉強とかしてみても、実際にやっぱそこまでアクションまでする人としない人って結構分かれると思うんですよ。あ、そうですね。同じものを、はい、同じ情報を得たとしても、うん、別にしない選択もできたじゃないですか、うん、はいはいはい、その中でもやっぱり、ね、ご自身がされたいと思ったりとか、うんうん、そのね、何かをやりたい、まあ、そこまで その気持ちがですね、こう出てきて行動まで移させる、まあ、その背景っていうのを何か思い当たることありますか、うん、ご自身の。そうですね、その多分もともとその大学に入る前から企業とか経営っていうのは興味がありました。で、うん、だからその大学も経済学部、経営法律課程に行きましたし、その起業してみたいなっていう思いは本当に、まあ、10代の頃からずっとあったのはあったと思います。で、ただその普通に新卒で会社に就職して、で、また別の会社に転職して、で、結婚して、専業主婦になって育児してっていう中で、もうずっとその起業っていうやりたいことがあったのに、そのやりたいことをやれてない、理由をつけてやらない自分っていうのがずっと引っかかってたんですよね。で、そのやり方がわからないからやらない、もっと勉強してから、もっとちゃんとこう分かってからじゃないと動いちゃダメだとか、自分にそんなことできるかなとか、まあ、考えすぎて結局私はできないタイプだよねとか、本当にそういういろいろ自分に対する言い訳とか思うこと、うん、不満っていうのがずっとありました。で、それがその、まあ、身近で起業してる、その私がしたいことをやってる人たちを近くで見たことによって、まあ、とりあえずその何でもやりたいならやってみたらいいかっていうふうに思えるように変わったんですよね。うんうんうん、で、まあ、その、いきなり、こう、もうやってみようっていうことで、その、企業セミナーの時に、いきなり、こう、営業講座やりますっていうチラシを作って、もう配ってみたりとか、で、そしたら、その、営業講座の中身っていうのを、もう嫌でも詰めなきゃいけなくなるし、もう忙しくったって、二人育児しながらだって考えなきゃいけない。でなりますよね。で、そういうふうにその追い込んでみたら意外とやれるんじゃないかって思って、そしてその、まあ、意外とやれたっていう感じなんですけど、だからもう開業届も多分前だったら、いや、こんなん出したら確定申告どうなるんだろうとか、なんかいろいろ不安があったりして出せなかったところを、まあ、とりあえず出してみようって、うん、でその営業代行の仕事なんかも、まあ、いい商材があったって思ったらとりあえず入れてみて、で、そしたらもうやるしかない。で、だからこう子供は保育園にまだ預けてないんですけど、でももう営業の仕事が入ったんだから、とりあえず抱っこひもしてでも行くしかない。で、なるし、その電話営業、テレアポの仕事ももらったから、昼寝中にもう集中してかけるしかない。っていう感じで、その、もうとにかく行動を先にこう、行動で自分を追い詰めていく形に変えてみて、そしたらその長年動けない、っていう自分がすごい嫌だったので、その行動で追い込んでみる形に考えられるようになったのがすごくこう自分の中で転機だったと思いますし、本当にそういうふうに変われてやりたかったことを始められたっていうのはすごく良かったなって今思って充実しているところです。なるほど。そうですね、先ほどね、やっぱこう何かしらやっぱ何かやれない理由を探してね、やりたいことをやれてなかった、でもそれもやっぱこうそういうふうに自分が作ってしまってるんじゃないかなっていうのはすごく共感される方多いと思うんですよね。だからその、特にお母さんとかになってしまうと、どうしても制限されるイメージがやっぱあったりとか、多分できないなって思っちゃうお母さん方とかすごい多いと思うので、あずささんのね、今の活動とかまずはそうやってみてしたらやれたわけじゃないですか、ね、すごいなんかいい刺激になるんじゃないかなって思いました。まさにね、あずさんは刺激を求められてきてましたけど、今はその刺激を与える側になられてるなっていうのを、はい、ちょっと感じることができました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、本当はね、すごくもっともっといろんな話を聞きたいんですけど、まあ、今回はこの
まあ、お時間もありますので、まあ、インタビューはここまでとさせていただいて、もしですね、あずささんとつながりたいって思われる方は、概要欄にあずささんの、情報が取れる先、ご連絡できる先を載せておりますので、そちらにご連絡してください。じゃあ、あずささん、最後に視聴者の方に一言お願いします。はい。私もまだまだ駆け出しなので、本当にこれから頑張らないといけないなっていうところなんですけれども、やっぱり育児中でこう思うように自分の時間が取れなかったりとか、やりたいことできないなっていうお母さんすごい多いと本当に思うんですけど、やってみたいことは行動で追い込んでやってみてもいいんじゃないかなっていうのが私のこう今までしてきた起業してみた感想なので、何かやりたいことがある方がこれを見てちょっとやってみようかなって思っていただけたらすごい嬉しいなと思います。本日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ本日のリライズニュースはですね、カウンセリング営業塾の諸岡あずささんにお越しいただきました。本日もありがとうございました。ありがとうございました。